堀田正信は、江戸時代前期の大名、下佐桜藩、第二代藩主。堀田家、宗家二代、堀田正森の長男。寛永八年、下佐桜藩初代藩主、堀田正森の長男として誕生した。慶安四年八月十四日、父、正森が、江戸幕府第三代将軍、徳川家光の死に伴い殉死したため、異領の下佐十二万国を相続した。 反主材人中に、桜総五郎事件が発生している。万治三年十月八日、突然、幕府の失勢により、人民や旗本、御家人が急防しており、それを救うために、自らの領地を返上したいといった内容の、幕政批判の上昇、幕閣の星名正幸、安倍忠明宛,宛に提出し、無断で桜へ起上した。その後間もなく、 爆法違反の無断起乗について、幕閣で協議がされた。正信の上書や行動に同情的意見もあったが、老中、松平信綱の唱えた、狂気の作法という見解で合意がなされ、同年11月3日には、処分が下り、所領没収の上、弟の品の飯田藩主、脇坂安政に預けられた。正信が桜へ、無断起乗した動機については、 信綱との確執や、性室の叔父の松平定生が起こした、出家遁ん政事件との関係も指摘されるが、不明。漢文12年5月、安政の張間辰野藩への転覆に伴い、母方の叔父である若狭オーバマ藩主、坂井忠直に預け替えられる。しかし、遠方5年6月14日、密かに廃所を抜け出して上落し、清水寺や岩清水、八幡宮を参拝した。 これにより、着南、ただし旧と、堺田田直は平門、正信は、阿波徳島藩主、八チ勝カに預け替えられた。入る中には、忠義師の気垣、楠木三大忠義の気垣、一眼道新衆などを表した。遠方8年5月、第4代将軍、徳川家綱死去の法を聞き、入る先の徳島にてハサミで喉を突き自殺した。意外は、 江戸へ入ることを許され、菩提寺の金倉寺に葬られた。正信を預かっていた徳島藩主、八塚綱則は平門、ただし旧は、正信の自殺で披居していたが、やがて両者は罪を許され、ただし旧は後に、大見宮川藩に一万国の大名に取り立てられて、子孫は明治まで続いた。ありがとうございます。